記憶がなくなるまで飲んで。全然飲みましょう。私もう今日酔っ払っちゃおうかな。イエーイ。ね。ねえ。じゃあ次でさとみさんの枠で感想終わったらじゃあ、うん、そうしよう順番で。いやお腹空いてた。でもさとみさんどうぞ全然食べてくださいね。 ありがとうございます、うん、いただきます。全然オシャンティーなガンガン料理。いやほんとすごいわこのすごい、うん、こんなになんか瞬時にこんだけのおしゃれなの。やっぱ料理うまい人ってこんだけやっぱ瞬時にいっぱい作っちゃうんだな。さとみさんも料理配信してますよね。いや私でも全然なんか手際悪くてこんなにすぐ作れないですもん。すごいびっくりしちゃうもん。ゲーム配信とかでしたっけ。ゲームばっかりなんかしょぼーくゲームばっかりして飲むの早っ。これストロング。あいやまあ 6% ぐらい。なんかすげえな飲むの早っ。新商品みたいな前さんいつもビールばっかり。ビールですね。あビールですか。いいなビール。ビールが似合うワイン飲めますよ。何でも飲めます。何でも来い。何でもござれ。いや強くないですけど、うん、すぐしゃっくりしちゃうんですけど、うん、何でもござれです。今日は弱いな。まだまだこれからですよ。すとみさんお酒強そう。いや全然弱いですよ。あ弱いんだ。あどうぞアイコス吸ってください、ね、あすいいですか。全然よかった。マイさんもタバコ吸いますもんね。いや私アイコスデビューして。あデビューしたんすか。そう最近、デビューした、うん、タバコもアイコス。マイさん普段何吸ってですか。普段はメビウス。メビウス、お、ね、メビウス、うん、マユさんメビウス。これなあスースーかな。スースーの方ですね。私メンソール。私もこれいくらですか。これなんか2キュッパぐらいで、あ違う3キュッパぐらい。それにしてだったような。一回開けて取ってがだるくて。あなるほど。2個持ちがいいね。2個持ちにしよう。え、ひとみさん何歳ですか。私今月37になりました。あ、そうなん。まえさんは31です。あ、今年6個違い。あ、6個違い。あ、ちょっと仲良くしてください。いや、こちらこそ。お願いします。マジで。お願いします。忘年会行きます？忘年会って何ですか？あの和道さん家で忘年会するんですよ。聞いて知らないです。あの金ちゃんもいます。誰が主催なんですかそれ。和道さん。あ和道さんが主催なんですかいやいや金梅さんもいるの行きましょうよ。いやあのでもなんか一人で行った、うん、ちょっとそれ栃木って栃木までってこと。那須まで。あ、まあ、確かにでもここからだったら1時間ぐらいで行けるのか。車で。あ車で、うん、駅から迎えに来てくれるらしい。いや忘年会か。12月30日から。金ちゃん眉いること知ってるかね。了承済みちゃんと。初めて金ちゃんと会える。あ、うん、ブツブツおじさんと。カルデラおじさんだ。カルデラおじさん。ね、さとみさん来たら楽しそう。いや全然。うわあ、酒が進むぜ。うまいな酒が。今日は酒がおい美酒ですね。これ美酒に酔う。え、オールナイト何？三鷹のオールナイトって。何それ。え、てか、真ん中高くないですか、家賃。
高いですよね。で、え、なんでそこ住んでんの？なんか前の職場がの沿線みたいなところで、うんうん、最初中目黒に住んでて、え、めっちゃいいとこじゃないですか。で、結局狭くて中目黒もやっぱり、うん、で広いところにその金梅と引っ越そうってなって、でも全然広くないのに、うん、とりあえずそっちの方向に引っ越そうってなって、大して引っ越高あの広くもなくて高いところに間違って引っ越しちゃったっていう。家賃いくらですか？そう、当時10万5千円で、高っ。え、あそこの、あそこの真ん中の金、今公開してるんですか？ああ、確か公開してたような気が。知りたい、秘密でも。あ、今のとこですか、うん、今のとこ11万ぐらいですね。何、あれ10、ん、何万だっけな、11万、10万、約12万ぐらいのとこに今、狭いとこに、今の家もそう、今の部分が狭くて、全然もうこの家の方が多分、だって奥の部屋あるんですもんね。じゃあ全然この家の方がやっぱ広い。うちだってやるの。ああ、え、だからマジで高いですよね、真ん中高い、うん、だ、ああ、やっぱでもそれぐらい払わないとこういう素敵なお家には住めない。え、でも、いや、買わんね、買わん、いや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 、真ん中高いよ、土地が。うちはまあそんな都心じゃないから、うん、で真ん中でここ住んだら多分20万ぐらいしちゃうのかな、この広さだったら。どうなんだろう、多分真ん中だったら20万いきますね。ですよね。すごくおしゃれな、なんかもうオシャンティーな、すごく綺麗な、いやいや、羨ましい。だって配信だったらね、その外出ないからね、なんか場所そんな気にしなくていいもんね。いや、おしゃれだなと思って、すごい。だってあのティファニーで朝食王があるんですよ、このお家には。そう、もうめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。もう私もあの大好きで、ティファニーで朝食を大好きで、あれはなんかもらっていただき物で、いただき物で、そう、超おしゃれ。そう、ティファニーの朝食をね、めちゃくちゃおしゃれ、なんかすごいお店みたいになって、すごいあのグッズも綺麗に飾られて、友達が、ま、眉に似てるってくれた、ま、眉に似てるって、ま、眉、え、誰がに、誰がに、あ、オードリー・ヘップバーンが似てる。そうです、オードリー・ヘップバーン似てますよ。あの、今度この髪型してください。本当ですか、これ似てるってくれてくれたの。あの、やってください今度。違う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 、中に、そう違う、そういう意味じゃなくて、うん、違うって。はあれはもらったの、あの、うん、いやいや違うってば。違うって、違う、もう、いやー、いいっす、いいなぁ。細見さんね、絶対家出た方がいいよね。、うん、一回離れてみてありがたみに気づくよね、男の人の方が。あ、うん、そうなのかな、うん、別れる別れないとかじゃなくて、当たり前になっちゃうじゃん、7年も全部やってくれてたんだよ。いや、何もやってなくて、私全然本当に何もできてなくて。え、ご飯とか作ってあげてない？全然、全然、いや、作ってたんですけど、うん、全然食べてくれなくて。ひどい。で、お掃除とかは？まあ、掃除はちょっと汚いんですけど、うん、全然。こういうのは7年って、そんな長く付き合ったことない。最長な、あ、でも聞かない、聞かない方がいい。え、あ、最長は4年かな、配信外で。あ、長い、うん、長い。それが、それ以外は全部1年とか。あ、長
え、ってかそんな家賃払うんだったらもっとなんか引っ越せばもっと安いとこに行けばよかったかなっていう、ね、餃子より美味しいアンベラ2日間最短だね。あ、2日間付き合ってる韓国の、うん、韓国でそうでも韓国で付き合うってなんかすごいいいな、すごい素敵。そう、ドラマティックだった。ドラマティック、うん、アンブレラと出会ったのが雨降ってて、あそしたら傘を渡してきて、あ素敵でそのままバイバイって、あなんだっけなんて言ったんだ、あの なんだっけ韓国語で愛しなんか可愛いって清美みたいな、あで連絡先もあサランヘヨって言われたんだわ、サランヘヨって言われて連絡先も聞かずにいなくなっちゃったの。アンブレラで私が聞いたの、その友達にあの人の連絡先教えてって。いや素敵、懐かしいね。懐かしいって言っても3ヶ月前だからね、うん、ちょっと前。いやマジで月早い、うん、来月もまた行くんですよ。あちょっと楽しみ、私見ます。あ嬉しい。懐かしいね。懐かしいとか、もうでも楽しみだな本当に。まいさんの韓国配信、ね、もう海外の配信すごい好きで楽しみだな。あ本当ですか。私もちょっと韓国行きたいな。あ韓国行ってみたいし、まだ行ったことなくて。あないんだ。なくて。韓国ね、でも今高いですよ。いくらぐらいするんですか。いや飛行機だって一番安いとこ探して2万5000円だもん。あーでも2万5000円、片道2万5000円、片道まあ5万ぐらいあれば、まあでももうちょっとか、6万交通費で6万ぐらい考えて、うん、なるほどなるほど。里見依存抜け出す企画やっていやーだってこれもう、まあまあ、合コンしますいやーそう合コン、うん、ねえ、うーんでも付き合ってるから浮気になっちゃう、普通に考えてまあそうですね、合コンつうか普通に飲み会とか、うん合コンしてあの笑ってすごい。あの KTV さんはふわっち A 版なんで見れないんですよ、ふわっちを大丈夫です。あの A 版で端末ごと版になってるんで見れないんですよA 版だったら見れないんだ。 A 版見れなくて、今日は服とハニーと寝てください。ありがとうございます。やったね。で服ちゃんこんなうっとりしてるけど、うんうん、でもやっぱママと寝ちゃうんだよね、うん、だハニーは多分一緒に寝ると思う、うん、新規好きだから、ね、さとみがあね、これベッドになるんですよ、うん、おお、あとで引きます。はい、ありがとうございます。多分ね、あっち暑いと思う。あっちクーラーないから。ちょっと寒いですよね。あ、大丈夫ですよ。うん、飲んじゃいます。私今日は飲むぜ。飲もう、うん、いつもまゆさん何時寝てるの。私マジで、うん、さとみさんに連絡した時に起きて、あガチで、でなんかちょっと病んでて、あなんかなんだろう、最近なんか病んじゃってて、
なんかスーツみたいな着て、でなんか気づいたら14時間寝てたけど。飲みましょう。もう飲むしかない。飲んだら全てリセット。そうですね。あら可愛い歩き方。だって多分、金ちゃんと別れてすぐ北見さん、まあ、1年ぐらい経ってから。経ってからだっけな。1年経ってから。そう、やっぱ男でしか解決しないから。男は男、男っすね、うん、男は男で。いや確かに、うん、毎度だからやっぱ依存、なんか好きっていうか依存？依存？そうだから、あの美味しい。あの冷めちゃってすいません。いや、冷めちゃいましたね。ちょっと、あ、ごめんなさい。ちょっと飛んでった。中身が飛んでった。あ、ランハゲさんも A 版だっけ？え、ランハゲさん付き合ってた？多分。付き合ってないか。もう A ですよ。あ。うん、だからなんか、なんでだろうって思ってる。全然追ってなくて、そっか。もう一回ちょっとこれチンし直そう。ちょっとチンし直すわ。冷めちゃった。あ、わー来たか。おー来たの。これをね、まあ、これでいいや。薄い塩、塩バター。これをこれね、スパムーチョ好きです。あ、もう何でも好きです。私は好き嫌いないんで。ちょっと何にも、ほら、ちょっとね、僕ダメだからね。これね、寿司の粉を入れます。入れみーす。入れみーす。なあ、そういうこと、なに、あの、寿司の子がどうなるの？じゃあ、苦しみーす。なになにそれ、なんすかそれは。まゆさん、なんすかそれは。寿司の子入れちゃうんすか、まゆさん。これ入れてると、食べてみてください。うわ、寿司の子入れちゃったバターの、いただきめーす。なにこれ、すごい。これ刺激的な味がする。スッパムーチョになりめーす。うわ、スッパムーチョだ。確かに、確かに。すごっ。え、これすごい。もう一枚。面白っ。あ、ちょっと上手。面白い。あ、おいしい。普通においしい。めっちゃおいしい。TikTok でバズってたこれ。うん。あ、TikTok でバズってた。うん、なるほど。すごい。私も寿司の子あるから、ちょっと。ちょっと入れすぎちゃった。おいしい。でも、片揚げポテト。
トでやってほしい、本当は。あ、片揚げポテトで。そう、薄塩の。あ、じゃあ今度やってみようかな。寿司の子とポテチ、ちょっとすごいな。初めてのあれだな。あれ、小籠包気に入ったな。そう、味変ね。そこちっちゃいんじゃね。いつもなんかベロ出してて可愛いね。そう。ハニーちゃんなかなか来ない、こっちに。なかなか来ない。ハニーちゃん。いいね、ありがとう。ハニーちゃん。ありがとう。ハニーちゃん。ハニーはね、おとなしいから。おとなしい。うん。ハニーちゃん、おとなしい。服がね、もうべったりだけど。でも一緒に寝るってなると、うん、ハニーは多分さとみさんと寝る。そう、福ちゃんは絶対ママとしか寝ない。うん。うん、ママとしか。ハニーちゃん。ベロ立ちで可愛いよね。ハニーは楽だな。楽。楽。うん。かわいい。ハニーかわいい。かわいい。うん、くだめ。自分が愛されたいから、服は。よし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 よかったね。すごいこんな。よしよし。そう。ダメだよ。犬の匂いがするんだろうね。ああ、確かに犬飼ってるから犬の匂いがめっちゃ染みてるのかもしれない。うん。さとみわくに投げたかったけど、さとみさんじゃ同時でもいいんじゃない、同時で。いやいやいや、乾燥してからね、うん、全然そこっちの方がいいっす。獣臭がね、私の獣臭がしてるからね、もう漂わしちゃってるから、私もうこの部屋ね、あのすごい獣臭しちゃってるから今、うん、申し訳ないですよ。そんなことないよ。ちょっとそんなことないよ。ただならぬもう獣臭がしちゃって、もののけの匂いがしてる。いや、私寝起きで食べてなかったから朝ごはんをね、寝すぎ。そうそうそう、ね、それはね、目の前がドッグランなんですよ。おお、うん、そうだからここにした。ああ、それはいいかも、うん、そう、ドッグランの目の前はとってもいい。よかったね、ドッグランの目の前にお家住んでるのいいね。キッチンが狭くって、キッチン広いとこ住みたいな。あ、もっともっと広いところに。そう、でも全然私の家と全然変わらない。そう、いや、さとみさんの方が広かった気がする。いやいや、私のお家と多分一緒ぐらい。あ、もう全然一緒、一緒のサイズ、全く一緒のサイズですね。狭いんだよ、全く一緒。確かにこれよりあれば、まあ確かにいいかもしれないですけど、真ん中はさらにこれの半分だったんですよ。この半分で。だからもう真ん中じゃなくてもいいじゃん、ね、もう真ん中じゃなくてもね。真ん中じゃなくても港区、港区。いや、港区高すぎる。真ん中って港区じゃない。真ん中もう江東区で。あ、江東区で。江東区か。まあ江東区も高いよね。うーん、タワマンが多いイメージ。いやいや、全然あの
そういうとこもいろいろあって、うん、あのちょっと江戸チックなところばっかり。そうだっけな、江戸チックな。私出身あの江東区なんですよ。マジっすか。あ、それ知らなかった。でも江東区ってなんかおしゃれなところもあるけど、めっちゃ工場みたいな怖いエリアみたいなありません？どっちかっていうとそっちの方に今住んでて。私もそうかも、そっちだったかも。はあ、うん、そう、ディズニーランドの近くだった。ああ、そうそう、だから私ちょっと原付でブーンってそこら辺行ったりとか結構してて、うん、意外。マリさんそこら辺出身が。そう、そっちで。おお、そう、ディズニーランド意外。うん、じゃあ、あそこら辺分かるんだ、マリさん。分かるけど、でももうだから久々に あそこのエリア行ったら、うん、もうタワマンばっかでびっくりした。昔はあんなんじゃなかったの。あんな洒落てなかったの。豊洲ら辺が確かに、うんうんうん、江東区って言っても豊洲ら辺が。そう、あ、豊洲ら辺住んでた。おお、そうそうそう、さすが。だからほらダメ。うん、それ中央区じゃなかったっけ、江東区だっけ。そう、ダメだってんの。つくだ、つくだって中央区じゃなかったっけ。ひば、うん、でも結婚したらあそこらへんいいよね、家庭的な、うんうん、ララポートがあって、まあ確かに豊洲の、あの豊洲のララポートによく行ってて結構。うん、あ、中央区で、ね、そちら辺なんだ。いや、あ、私はあのちょっとどっちかっていうと木場寄りな、今前の門中の隣の駅のちょっと木場寄りの方に住んでて、うんうんうん、そうなんだ。ねえ、最近あんま酔わなくなっちゃったかもしんない。おお、2巻目だけど。じゃあ、うん、パーティーはこれからかな。私も今な、全然酔ってないですね。すごいな、それもう私ベロベロになっちゃうわ。うん、全く酔ってないですね。すごいな、ちょっと、うん、もっと買ってくればよかったね。いやいや、ビールいっぱいあるんで。ちょっと失礼します、ね、冷蔵庫は。ちょっとあの、うん、さっきの。え、つぶちゃんと戦ったことあるんですか。戦ったことっていうのは、どういう戦いなのかありますけど、うん、どういう戦い、まあ、常日頃戦ってましたけど。そうなんだ。あ、そうだった気がする。あ、そうだ、つぶちゃんが奪ったよね、あの女。そう、だから私は嫌いなんですよ、病院に連れて行くみたいな。つばにゃんが、つばにゃんが病院に連れて行くっていう配信をして、なんかいい人ぶってさ、そっから始まった。いや、そこだったから。いや、最初には始ま、一番最初におかしくなったのが、うん、ホテルにいきなり、カラオケ配信だったかな、カラオケかホテル、あ、カラオケか、カラオケにいきなり帰ってこなくなっちゃって、金梅が、うん、でそしたら